福岡ディープな街歩き、今日は人気なディープゾーン清川をさらに歩いてみましょう。お三公園ね、去年の10月で終わっちゃいましたね。ここでさ、最後ランチ食べたいなと思ったけど、その前に終わってしまいました。そして結構ね、清川ってね、新しいビルの間にね、昭和の物件がまだまだ残ってます。清川と千代は福岡で結構ディープゾーンですね。昔はもともとこの地区に住んでたんで、この地区というか、まあ、隣町ですけど、だからよく知ってます。ここゴミすごいね。ねえ、ここ清川サロンって私が言ってたところ、これ今日配当とかいいな。コーヒーぐらい飲めるのかな。楽器店もあるよ、これちょっと行ってみよう。どんなんか、すごいね、こんな路地に。オープンって書いてある。あ、なんかすごいおしゃれだよ。あ、でも2時までと18時からって書いてあるけど、うん、また閉まってるんだ。すごいね、なんかでも異空間。奥は、うん、奥は楽器屋さんみたい。へえ。うん。こ、上もなんか2階からしか階段行けんね。え、これしゃれとるね。これ今度会いとう時に来てみよう。レストランだって。ランチもやっとるし。うん、おしゃれやん。この建物も古いね。これね。いや、この辺りもうマンション天国よ。でもほら、どっちかってファミリー向けじゃないもんね、ここら辺はね。だいたい一人暮らしの人が多いじゃない。これ、あ、なんか古い看板がついとる、あれほら。こうバーとかにしとるよ、ほら、うん、ね、いろんな使い方があるっちゃんね。やっとくさ、うん、なんかこの辺すごいね。私はもう空き家かな、結構古い。こっから川に降りれたったよ昔、ね、これ空き家やね。もうほら、もうなんか昭和やん。昔はさ、こういうところからさ、川降りてね、遊び寄ったっちゃん、うん、思い出したろ、うん、で、危ないけど遊んだらいかんって言われながら降りよったね。昔ね、カエルとかいっぱいおったっちゃうね。うわ、ちょっとこれめっちゃ壊れとるよ。これって廃墟やん。
うわってことは隣も全部やね。そうそう、これ表が開けば立ち直るんやけどね。これすごいね。ちょっと、もうほったらかしなんやろうね。結構古いビルよ。でもリノベーションしてほらめっちゃおしゃれね。もうお店になっとる。まあ、ここもカフェとかさ、なんかショップとかも入っとっちゃうね。全然ガラッと変わったね。清川ロータリープレイスだって。私ここに行きたかったっちゃね。ここ立ち飲み屋もう潰れてしまったね。うん、うん、ここさ上見てほら遊郭ほら、うん、テントで隠しとろ。うん、ここも遊郭全部。もうこの辺全部潰れて、ね、建物になっとるね。ここ絶対にこのロータリーなくならんじゃん。でもあるよねそういうところね。昔ね、なんかお墓でしたとかね、飛び込みの井戸がありましたとか、そういう言い伝えがあるところですよ。そこのさ一楽あのホテル、あそこはねなんかね広いね、なんか温泉みたいなのがあるらしいよ。お風呂が一般でお風呂だけでも入れるんだって。昔はね、千代と清川とあと雑種の熊も危ないけん、世間歩いたらいかんって言われよった。まあ自分が住んどる住吉も世間よくはなかったけど。なんこれ、パブリック清川ゴールデン。いろんな店ができてる飲み屋やね。うん。この辺駐車場はね、やたらとある。食べ物屋さんも多いしね。私が小学生の時はね、かなりいかがわしいお店があった。ここ古いよね、もう。この辺りもね。こういう建て方がね、怪しいね。うん、いいね、なんとも言え。わかる？なんかこう、うん、いい感じ。ちょっと光が入って、ああタイルが好き。これ豆タイルじゃないけど、これいいね。でも昔はなんかあそこにもなんかあったっちゃろうね。丸く外れとうけど、これは違うよ。なんか入ってるって。あ、ここマッサージが入っとるやん。いかがわしくないやつよ、うん。そしてこっち行きましょうか。あ、なんか可愛いお店になっとる。これ何屋さん？ケーキ屋さん。オーダーメイドケーキだって。ね、可愛いね。ほら。ね、可愛い。この作りもね、ちょっとぽいね。もともとね、うん、これは多分なんかいかがわしいお店だったっぽくない？この辺り結構いろいろあったっちゃんね。うん、そう、もうだいぶ潰れとるね。なんかいろんな飲み屋とかもある。でね、ここさ私が小学校ぐらいからあるよ、ずっと。しかも意外にね、お値打ち品があるっちゃん。ね、これ横すごいね。横。建物が高く直せなかったね。ああ、ね。昔の作りって語源あるよね。うん。この横のビルも古いけどね、大概。
懐かしいね。ね。これもなんかお店やったっちゃね。服屋って書いてある。ここもなんか古いのがあったっちゃろうね。そこもだいぶなんかすごいね。これはおしゃれとる、うん、これまだ新しいよ。この通りはね、前も撮影しましたが、結構昔ながらの物件がまだまだ残ってます。これ何の煙突やろ。昔銭湯やったな。銭湯、銭湯どっかあったっちゃんね。違う、銭湯の煙突かな。これ何の煙突やろ。いや、あの銭湯があったのは知っとっちゃけど、どれ、工場かな、どこにあったっちゃろうな。古いね。あ、昔のお風呂や。これ、リンナイって書いてある。ガス。昭和56年って書いてある。これは、こっちは、ここはなんか昭和ながらやね。これだいぶ昔の建て方やね。うん。これ全部空き家よ。入居者募集してますよ。このカレーも美味しかった。この辺はなんかうまくね、リノベーションしとる。ここは古いよ。ちょっと直せなんかカフェでそうやけど、うん、多すぎるよね、そういう店が。そうそうそう。うん。掘ったて小屋とか言ったらいかん。こんなところにお食事屋さんとかある。ね。あそこもそう。あそこも一回行ったことある。ここも美味しかったよ。うん。これなんかこだわりの店とかね、意外に人気あったりするもんね。うん。結構今古民家使ったお店とか多いけどね。こうやっとる。うん。マンションが建つかな。広い。うん、広い。
うん、どんどんなんか昔のアパートとかがなくなっていくっちゃろうね、そのうちね。ここも古いね。ここもなんかお店が入っとっちゃうね。うん、うん、いろんなのが入っとるよ。へえ。昔ながら、いや昔の建物って結構階段が急よ。これはもう全部空き家やね。うん、空き家やね。もうだいぶ昔の物件やね。長屋やね、いわゆる、うん、昔はこういうの多かったよね、長屋ね、うん、ここもなかなか潰れんでそのままあるっちゃん。これ相当古いよ。その持ち主の跡が繋がらんからこのままになってんだろうね。うん、そうやろうね。分かっとったらこれ潰して引きにしてね。家賃2万7000円だって。2階6畳茶の間。え、何が高い？あの建物じゃん。あ、家賃、うん、すごいね。これね、ちょっと出ると大通りはね、新築とかのマンションもいっぱいあるけど、福岡でこれだけだからね、地方都市に行ったらいつも失されてるのがあるよね。そうそう。いやでもこの辺も本当変わったよ。ね。随分。ここもすごいね。もうゴミ屋敷になっとるやん。これ。そう。全部上もゴミ押し込んどるね。ね、うわ、すごいね、横これ。